こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。ラーメン店専門リフォーム営業マン、まえちゃんでーす。なんか趣味に走ってますが。山さん知ってますか、春木屋。いや、昨日なんか、うちの息子と行ったっていう噂を聞きました。ガラスコーティングの後に。いやー、美味しいラーメン屋行ったら、山さん、まず何から食べます？麺から行きますか？それとも、スープから飲みますか？どうですかね？どっちかな、ね、決めとくもんですか、やっぱり。やっぱりスープからだと思うの、はい。リフォーム、あなたはスープ派ですか？麺派ですか？何を？もうね、まさしくリフォームしたら一番最初に何作るんですかっていう、その答え、今日いただきました。あー、もうどん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 みんなから、やっぱあれですね。ワンちゃん、猫ちゃん、うちの、子、さらには、リフォームして何を作るのか。これも大きな、まあ、課題にしていきたいなと思うんですが、行きましょう。はい、あなたの春キャになるでしょうか。まずは、お湯を沸かして何を飲む場合、レオンマムさんからいただきました。さらには、工事中のうちの子、どう過ごさせるの？これってリフォームのやっぱ大きなポイントなんで、これもリフォトモさんからよく来ますよね。今日の動画ぜひチェック。そして、キッチンを外すと、壁がない場合、新人営業マン、必見ですよ、これ。今日のやつ見てると、いや、これ、ないの壁、見積もりで、そうなんです。そして最後、天井クロス、あれ？これ、リビングとこのキッチンのところの境目、張り分け、どうする場合、よくある質問、こちらの方、すべて、こちらの動画でご紹介。LINE で質問、相談、リホナビです。お知らせです。リホナビブックリリースしましたよ。リホナビマップ、各種チェックシート、知っておくべきこと。まさにこのリホナビ羅針盤を記入しながら、あの他の解決したい悩み、お困りがと、今日はどんな悩みだったんでしょうか？叶えたいマストな希望、叶えられるでしょうか？お知らせ、こちら、ライブラリーもこちらの方、見るべき動画の順番まとめてます。まずは、この LINE を入れて一番左側のライブラリーポチッと押すと、こちらの方に、リフォームの進め方、商品プランの選び方、リフォームの費用を知る、この業者の探し方を見るべき動画の順番に並べております。では行きましょう。まずは、ビフォア、ドーン。はい。じゃあ、コメントください、このキッチン。はい。楽しそうですね。楽しそう。楽しそう。ごちゃごちゃしてて楽しそうですね。楽しそう。ね。楽しそう。ゴミのね、袋も、ね、ありますよね。まあ、こういった、お掃除もレジフード大変。壁にもいっぱい、ね。楽しそうなものが飾ってありますよ。これがどうなっていくんでしょうか。キッチンは2100です。背面は押し入れ？押し入れでしたが撤去してあり、カウンターキッチンへも考えましたが、予算の都合上今の形で OK。ん？これはあれですかね。もともとリセールで買った時にはもうすでにここが押し入れだった。そこにキッチンが入ってあって、で、今回変えようという。まあ、じゃあそういうことですか。いや、背面は押し入れでしたが、撤去してあり。ここね、背面キッチン。わからないでしょ？はい。こんな感じ。ほら、押し入れになって、こうあって、そこにキッチンが入ってたって。あ、そういうことなんですかね。さあ、行きましょう。山さんはわかります。解説します。実はキッチンの色で散々悩み、主人がこれでイメージつけようと言って、うん、色とか悩むじゃないですか。で、前もね、はい、あの、ニホニコさん、マリメッコ壁に貼ってましたが、この、これでイメージつけようと旦那が言ってくれた方法がこれ。余ってる壁紙をキッチンの扉に貼りました。ん？ほら、よく見てください。貼ってあるでしょ、こう、ボコンと。これは、新しいキッチンもこんな感じの色だよね、みたいなことですかね。そうそうそう、そう、にしようかと。木目にしようかと。なるほど、なるほど。でも貼ってみた。ね。で、やっぱり、白や木目じゃないなって決断。ありがとう、このキッチン。これね、サンプルになったわけですよ。あ、なるほどね。実際に、事前に貼るってすごいですね。面白いですね。うん。ね。でも、ここでもなんか、貼るのどうやってって思いません？いや、うち実は賃貸貼りましたよ。自分の、キッチンの扉にこういう感じで。だから、もともとのキッチンはこれじゃないんですよ、扉の色はね。もっとね、やぼったい。おそらく横のああいう押し入れと言われてたような、あんな扉だったんでしょうね。で、そこに自分で壁紙を貼って木目調に。面白い。
では行きます。これ実は後の、振りなんですよ。養生シートのこちら側の生活、うんうんうん、奥がキッチンですよ。あれ？かわいい。ベビーサークルにシニア犬、うちの子。玄関開放して、部屋でもダウンを着込みました。いや、冬場寒いですからね。北海道、やっぱマスト、準備が必要です。うん、こちらの方。ベビーサークルにね。ね。撤去、撤去、あら。まあ、じゃあ気づきました？撤去してキッチン。ん？これ右側がキッチンだったんですよね。あれ？あれ？壁がない。壁がない。そう。キッチンのこの部分。はい。まあ、じゃあ答えてください。あ、ユニットキッチンみたいな形なんですね。あ。正解。あったあった。ユニットキッチンと言います。ぜひこの動画見てる方、ユニットキッチン？ユニットバスだったらわかるけど、ユニットキッチンって何？要はマンションを一番まあ作ってきた、それがまあマンションで言うと長谷工。長谷工といえばですね、安く大量に作りたい。そうなった時に、お風呂はユニットバスなんだけれども、ユニットでポーンと置いたらできるんだけど、キッチンも先にできないか？ポーンと置くような、まあ要はミニキッチンのような形でですね、壁、天井、これをパネルにして、自立して、横の下地、裏側の下地で持たせるわけなく、それそのもので立っているので、これなくなったらもうね、後ろ壁ないんですよ、もともと。ということで、さっきのこのキッチン外したら壁がない。だってこれで持たせているからなんですね。なるほど。キッチン大正解。このキッチン、うちもそう。そう、これ気をつけてくださいよ。で、このユニットキッチンを外したら、もう全く何もなくなってしまうという形になっております。これなんです。この横のパネル。ね。うん。で、だからこそ、見積もりするときはキッチンを撤去した後の下地の部分を見積もりしとかないといけませんし、ダクトも低い位置になりますね。接骨院みたいな天井、まあ、ジプトンですけれども、思い切って今回は、リフォームへ、みんななくなったら、冬ですよね、今。寒すぎた夜。あー、なんか歌みたいですね。寒すぎた夜。ね、接骨院みたいな。ジプトン。下地が腫れたようです。あー、ボードも張ってね。うん、こちらボコッと出てますね。レンジフードの位置もグワーンと下のところから上の方に落としていかないといけない。レンジフードの配管が低くて、そして針の前にあって、あー、なるほどね。なるほど。張り掛けした仕様のレンジフードを一択しかなかったのが残念でした。うん、これどうなっていくんでしょう。畳コーナーへと続く天井。あ、キッチンはあるけど、そこから今度、畳コーナーになる。天井のところって、張り分けしたいなと。そして山さんに相談。はい、うん。ハット、帽子型目地というのを入れてもらい、大成功。ハットね。この帽子のところとかのこういう感じのハット。こちらがあることによって、これ、クロスの、下地のところに入れたことによって、素材変わったりとかね。あと、地震とかでよくひび割れするところとかでも入れたりするんですよ。そうすると、ここに継ぎ目が入って割れないという形になるんですけれど、それをうまく今回は、その、素材変わって、例えばコンクリート、まあ、木のところでやっぱり揺れ方とかも、変わってきますよね。そういったところのところにクロスをそのまま貼ってしまないで、こういう、ハット目地を入れるんですが、今回はあえてフラットなところで、目的としては、ひび割れではなく、この継ぎ目の貼り分けとして、ね、ああいう風にすると、あそこで逃げれるじゃないですか。プソーンと。後で見てください。これ綺麗にいけますから。ハット目地というのを入れてもらい、大成功です。さあ、大成功、後で見たい。うん。このキッチン、組み上がっていってますね。まず何でもそうなんですけど、パネルを貼って、釣りとレンジフードを貼って、そしてから、下という形になりますんでね。うん。高田さん、参上キッチンパネルの貼り伸ばし。ああ、やってますね。いっぱいいっぱい貼ってます。ということは、ここは、宝ですから、マグネットパネルですね。そして、それぞれの切り積み、見切り、いろんなジョイナーの位置もちゃんと確認をしております。でっかいレンジフード、二人がかりで設置していただきました。これはなかなかね、ダクトがぐにゃーんとなってね、取り付けのところも、うん、この貼り掛けフードがやっぱり必要でした。で、もうすぐ設置完了。9時から夕方の4時ぐらいまで頑張っていただけました。基本的には1日工事という形になりますね。で、天井はこんな感じで、お、いい感じに貼り分けていますね。これがどういう感じになるのか全体的にお楽しみください。色柄で
無難な白と悩んだけれど、小池で広く貼れば薄くなるのリホナビアドバイス。見てますね。聞いててよかった。そう。これがあと、後ほどお楽しみください。ビフォーアフターどうなった by レモンマムさんです。お待たせいたしました。ドン。まえちゃん。まえちゃん見てください、これ。あらー。美しい。美しいでしょ？ビフォーはこれですよ。ビフォーはこれ。これがね、まあ、扉はこれ、クロス自分たちで、残りを貼ってイメージしたって言いますけど、ドン。床、ああ、落ち着いたトーンで床、天井、さすがですね、天井の色。照明もかわいい。ね、うん。ビフォーは見ましょうよ。楽しげなと言いましたが、まーちゃん、楽しげなを言い換えると、いや私はジャングルのようで素敵ですね。賑やかな、賑やかな。ドン。いや、奥のニッチスペースもとても素敵になりましたし、照明も素敵ですし、何言っても天井でこの色を選んだの、頑張りましたよね。うん、ね、こんな感じで。そして、完了して、まずは最初に、お湯沸かしてコーヒー飲みました。もう、わかる。これわかる。これね、山さんもこれ。これ、まず何をするって言ったらこれですよ。あー疲れたー。うん。どうするどうするどうする。ちょっと、お湯沸かしてまずコーヒー飲むっていう感じじゃないですか。いや、この一杯の味はちょっと忘れられないですね。思い出の一杯。うん。ニッチスペース。あら、もうなんか完璧じゃないですか。素敵。で、浮かせる趣味も。ほら、ネットですね、ここにスライサーみたいな感じもありますし、調味料も手が届く。そして、やっぱりクッキングペーパー使うけど、このね、釣り糸の下のところにつける、宝ならでは、レンジフードのつばのところにはちょっと、こういったものを飾ってみて。いやー、この下とも、ね、も隠れていますよね。シンクのところの水のところ、こちらの方の水切りカゴのところも、うまく利用してます。はい、まえちゃんお願いします。うん、棚下とも眩しくないですね。うん、あ、眩しくないですね。やっぱり、うん、ポイントになってるかと思います。そして、まえちゃんが言っていた照明のところ。そして、天井の照明、こちらの方も、これは、ローゼット仕様で交換できる。パラのやつなのかな？よくその LED で、その将来的に交換するのなんて方、ローゼットで交換できるっていうタイプも、今はありますので、ここの照明のローゼット仕様なんかもこちら参考にされてもいいんじゃないでしょうか。LED という形になっています。まあ、じゃあいかがですか照明、このペンダント。いや、珍しいのは、この照明の、鎖みたいなゴールドがとても可愛いですよね。うん、で、やっぱりクリア球入れるとね、これがまた夜キラキラするんでしょうね。うん、綺麗ですね。いや、本当いよいよ、天井のクロス。ね。こちらがいいんじゃないですか、しっかり。10日ほど経ち、落ち着いてきました。疲れて。風邪をひきました。最近風邪ね、流行ってるんでね。そういった面で言うと、リフォームで体力もなくなって寒さもあるから、これ注意必要ですよね。タカラさんのスイングタオル掛け、無本がなかったけど使ってみました。まあまあですね。あ、まあまあですね。微妙ですね。まあまあですね。いいんですか悪いんですか。やっぱりこれ、普通にくっついてると扉のところに濡れた感じで、ちょっと横にやって拭きやすい。手の拭く形。ただ、サンプルなかったけど、これをタカラのところからセレクトした。ぜひ、こちらの方、参考にしてみてはいかがでしょうか。あ、こんなのあるんだな、っていうことですよね。山崎実業さん、ハンドソープをこのまま使っても、ビクともしません。浮かせる、こちら、置ける。嬉しいですよ。これいいなと思ったんですよ。だいたいシンクの上にあって、ここにぬめったりとか、いろんな形になる。これだったらありだな。これお風呂場でしょこれ持ってくるの。ここに持ってくるの宝ならではだなって。まじこれアイデアでしょ。いいですね。やっぱりキッチン周りやっぱり手洗うのはね、必須なんでね。これ浮かせられるっていいですよね。うん。最高。余談なんですが、4年前に洗面台交換時に、主人と壁紙と、このウォールラック DIY した。まじこれ DIY で壁紙ご夫婦で貼るんですよ。それはすごいですね。すごくないですか？いや、壁紙か。壁紙貼るってすごいですね。さらに、ウォールラック。これ、これも DIY。ダダダって。あれだって、入れてるわけでしょ？三儀を。三儀を入れて、そこに棚をつけたわけですね。すごいな。すごいですよね。出ました。余談なんですが、今回リビングのアクセントクロスにも DIY 挑戦？
え、柄合わせあるじゃないですか。は本当に？すごい。柄合わせしたんですね。柄合わせ？これ。い全然プロが張ったみたいですね。クロスはどうしますか？うちクロス貼れますんで。ね、びっくりして。え？みたいな。すごい。柄合わせね。職人さんでもめんどくさがるかなと思って、私、柄がいっぱいあって、申し訳ないなと今思ってる最中ですけど、自分でやっちゃうなんてすごいですね。いいなあ、これですよ。天井と、このね、色が、この扉と全部あって、全体的な色のバランス、グリーンの色の差し色も綺麗だし、それぞれの、そのタオル一つ取っても色のつながりを感じます。色を分散させるっていうところですよね。そうですね。グレーがうまく分散してていいですね。いや、いいんじゃないですか、こちら。ね。美穂は。ねえ、なんか、いや、全然違う。はでい、すにぎよやね。かで楽しげなキッチンから、ドーン、おしゃれで。いや、もうこの、また照明がやっぱりちょっと肝かな。これがあることによって、またワングレード豪華に見えますね。ああ、やっぱ照明、楽天ルームに、こちらの照明、教えてください。何でしょうか？ぜひお願いします。もっと暮らしを楽しもう、チェックシート、ブック、こちらの方、ダウンロード、製本サービスもしておりますんで、自分でダウンロード、印刷できない方、こちらの方もぜひご活用ください。リホナビーマップ1番から7番に沿って、あなたの理想、羅針盤に困ったこと、今の悩み、そういったものを叶えたい未来、記入して、あなたの軸ができるからこそ、そこからのリフォームのゴールが明確になります。工事チェックシート、引き渡しチェックシート、契約書もチェックシート、ショールーム行ったらまずチェックシート、プランシートもありますし、仕上げ表、いわゆる施工のどこに何をするか、そういったものを細かく書く、そういったツールも用意してますんで、ぜひこちらの方をリフォームの完全ガイドブックとしてご利用いただければと思います。知っておくべき大切なこと、リフォームブルー、こちら。ああ、みんなそうやって、これまさにリホともみんなの声から生まれています。もっと暮らしを楽しもうチェックシート、ブックです。オフ会おすすめです。山田さん、一番ね、皆さんからの声で、一番、あ、これ、刺さってるというか、熱狂していただいてるなと思うのが、オフ会ですね。オフ会参加して、リフォームした人と同じ波っていうのが、LINE ですごくやっぱ来るんですよね。このオフ会参加した後。ですから、ちょっと、なんかオフ会って、なんか、ハードル高いと思うかもしれませんけれど、学校行事で PTA 行くときも、あれ、ある意味のオフ会じゃないですか。父兄としてのオフ会でしょ？行ってきたわけでしょ？町内会のなんかマンションの、打ち合わせとかいろいろあるわけですよ。億劫かもしれない。でも今回はあなたのリフォームですよ。ぜひ、こちらの方、オフ会参加して、その、リアルで会うより画面で会うが楽ですよ。リアルで会うんだけだったら、ね、すごく細かなところあるけど、まあ、オフ会だったらポチッと押せば参加ができます。行き帰りの時間もございません。ということで、この、ズームのオフ会参加してみてくださいね。さらに、リホナビラジオ、こちらの方もおすすめです。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してますよ。ぜひ山さんとお友達になっていただいてコメントをスタンプくださいね。まずは QR コード読んでいただいて、こちらの友達、コメント、スタンプ、いただける皆さんもご返信しております。こちら、LINE で気軽に聞いてみよう。こちらはタイトルの方をポチッと押すと、LINE 登録ができますので、ぜひこちらもご活用ください。はい。ということで、今日お届けしたのは、やっぱりちょっとね、ユリットキッチンの、ハセコのキッチン。あ、うちそうだ。壁作らないといけないですよ。それから、うちの、どうしよう。リフォーム中、工事中、そう、ワンちゃん、猫ちゃん、いろんな形でですね、ああいった形で、ぜひアイデアあれば、ぜひシェアいただければと思います。そして最後はやっぱり、何を飲むか、何を作るか。まあ、ゆきちさんが、あれに合わす、今度、またお菓子送ってくれるかもしれませんね。ぜひ、コーヒー飲んだ時の写真だけでもいただければと思いますね。はい、まあ、じゃあ、いかがだったでしょうか。いや、営業側からの視点で見てしまいましてね。壁がなかったっていうのがね、まあ、まさか経験豊富な施工店さんだったら分かってるだろうから見積もり入れてくれてるとは思うんですけどね。万が一ね、入ってなくてね、いや、開けてみたら壁がなかったんで追加料金とかにはならないように、こっち側もいい知識になったなと。見積もりの時にね、ちゃんとそういうのが入ってるかなっていうのも見れますよね。なんでこんなに下地のって、下地がないですからね。もうユニットキッチンぜひ、注意いただければ、マンションのところ、ぜひ知識のある形、リフォナビのご相談いただければと思います。いきますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。いやー、まずはスープ、コーヒーからでした。